えー、北海道旭川のいじめの問題ね広瀬爽やさんっていうね広瀬爽やさんの件ですけども第三者委員会がまあインチキっぽい最終報告を出してきましたまあのらりくらりとね時間引き延ばしてこの程度のことしかできないのかなっていうのとあとは黒塗りの部分が多すぎてもう秘密すぎるんですよね第三者委員会っていうのは第三者ですよ 第三者がまとめたものを同じ私たちと同じ立場の第三者が見れないっていうのは一体どういうことなのかなっていうね。まあ、本当に役にも立たない。まあね、ちょっと汚い言葉を使うと、まあ、ハゲ頭の老人が揃って大したことができるわけないんですよ。それが一つここに出てしまったじゃないですか。あ、さすが年の子だなって言われるのはね、報告書を出していただければ、まあ本当にそういう風な見方になるんですけども、あ,あ、こいつらダメだっていうふうになるじゃないですか。だから一つ一つの行動が、 あの、大きな影響があるってことですよね。その世代間の先入観にもなりますしね。結局、第三者委員会って言っても、お他人事なんですよね。あれじゃないですか、いじめとの因果関係は不明とか言ってね。不明っていう、最も曖昧な書き方をして、責任逃れをしてね。で、誰か、どうでもいい人が辞めましたけども。本当なんかくだらないなと思いますよね。この重大な事件を、 ここまで追求してきて、一番優秀なのはユーチューバーだったってことが、はっきりしたわけなんで、市長、今津市長のね、直属の第三者委員会はぜひね、優秀な捜査能力のある、そして、想像力に富んだ、被害者の心に寄り添った、まあユーチューバーをね、一人でも二人でも、ここに組み入れてもらいたいなと思いましたね。まあ、アラビカ村長でもいいと思いますし、高行さんでもいいと思いますし、 もちろん、令和竹ちゃんとかね。まあ、あとね、あの、例の、刑事さんですよね。まあ、様々、私たちは情報を取るのに今、YouTube を使ってますけども、いや本当に YouTube のコメント欄に寄せられたヒントっていうのがね、多分ここまで、この事件を風化させずに、踏ん張ってきたと思うんですよ。これ、YouTube ってものがなかったら、多分とっくの塔に消えてるでしょ。で、 加害者生徒はヘラヘラしたまま生きてるだろうし、無責任なデート先生ね、担任の、あの、人も、このままではいられないと思うしね。それから教頭校長は、口を拭って知らんぷりと。驚愕な退職金を手にして、命を金に変える商売ですよ。まあ、教員そのものがもうすでに、あっても仕方がないようなものになっているというかね、私はいつも思うんですけども、子供の死亡率を上げるために、学校に行かせるように、 すすればいいといとととううことかなと思うんですよ学校で最も子どもが精神を病みそして死んでいるんじゃないかなと思いますけどねそうならないようにほ当とにほとんどの自分の職責を持って頑張っている先生方のね積み重ねを無にするようなことですよこんなのが、うん、たった一つのこういった落ち度が全ての努力を無にするわけですよね ただでさえ先生になろうとする人はこれから減るわけですよ。なのにねまあ教職に就く者教育機関に携わる者が立場をもっともっと悪くして自分たちだけ逃げ切ろうとしているこの形がね最も闇なんじゃないかなと思うし少なくともこの広瀬爽彩さんの件が明確に 罪と罰で片付かないんだったらもう学校なんてやめちまえってことですよね。それからねあの全国のね教員さんちょっと無言すぎるんじゃないかなと思いますよ。何なんですかね。やっぱり身内を守りたい意識なのかそれとも自分が正しいことを言ったり自分なりの考えを言ったら弾かれるような組織なんですかね教職員っていうのは。まあ外部だから好きなことが言えるっていうところもありますけどもそれは内部の人がちゃんと自浄作用を働かせないからですよ よそから疲れないように、ちゃんとね、自分たちの職場は自分たちで守って、自分たちのお客様、つまりは生徒さんは自分たちで守ってほしいと思いますよ。あまりにもね、ちょっと、沈汰しすぎてるんじゃないかなと思います。うん、まあ、あんまりにもひどい、これは、うん。あのね、お弁当が隠されたとかね、シューズにガビを入れられたって問題を言ってるんじゃないんですよ。一人の未来ある女の子が亡くなり、それを、加害者を擁護してね、 被害者を貶めるようなことを言う教頭がいて、校長がいたわけでしょ。まあ、他人のね、何とかっていうのも、デート先生も同じですけどね。うんとね、どうなってんだろうね。いや、あまり、あまりこの話をねするとね、悲しくなりますけども、でもせざるを得ないでしょうね、これからも。今の師匠、よろしくお願いします。と、申し上げて今回は終わっておきます。